コープ山口の昨年度の決算は売上高にあたる供給高が前の年より7億4500万円高い238億400万円となりました主な要因として山口市で去年6月に新築をオープンしたコープココと泉店をはじめ全店で売り上げが伸び店舗売上が前の年よりおよそ9億円増えたことなどが影響したということです 一方で経常利益にあたる経常常用金が前の年より7600万円少ない7億500万円となりましたエネルギー高による電気代の高騰や泉店の建て替えなどが影響したということです今後の取り組みとしては泉店の敷地内で営業する複合施設コープタウンで来月全てのテナントが開店する予定で